え、これってロケット花火ってこれ水平に投げるとやばい、うん、なんかいやロケット、そりゃそうなんですけど、どうなんだろう、ロケット花火って。あ、社長、じゃあこれつけて飛んでみる。え、うん、エリトラ君めっちゃ怖いんですけど、うん、実績解除しちゃいましたよ。だってやった、おめでとう。あ、これが、私はこれがいわゆるエリトラってやつなんだ。あ、そうそう、それ背中につけて装備するのかな。そうそうそう、体につけて、そうそう、おー、かっこいいじゃないですか。で、ジャンプしたらスペースじゃん、社長。はい、はいはいはい、スペースを2回押すとなんかなんかなるんだ。なるなる、うん、あ、これちなみにここら辺からこうやってやって、はい、ちょっとちょっとした高いところから、はい、うん、あ、今今、うん、今、いや、なんか変な気がした。いや、スーってなったらロケット花火です、社長。え、スーってなったらロケット花火。そう、スーってなったらロケット花火をやったら、え、ビューンって飛んでいきます。上に向けて。難しいよな、エリトラって。そんなバカな。あ、ほんとだ。社長、社長、なんでチェスト開けたの。爆速で、爆速でチェストに突っ込む。社長、びっくりした、びっくりした。見渡す限りのタラだった今。チェストの中。ちょっとつかぬこと聞くんですけど、はい、え、これ上下階になんかいます？村人みたいな。あ、いますよ。てかライバーさんが皆さん住んでます。あ、ライバーさんの声じゃない、声聞こえたな。あー、いるかもね。いるんだ。あ、でも、え、今は声聞こえてん、あ、ウーパールーパーが泣いてます。ウーパー、村人がつぶやいて、つぶやくって書いてるな。ウーパールーパーの声、ウーパールーパーがね、こんな人っぽい、ここの下にいるんで。そうなんだ。みんな元気かな、こっから見えるんだよね、二人が。え、そうなんだ。投資してみてます、私。嘘、ゆー、そんなこともできるんだ。もう見えます、丸見えですね。あ、あの20階に村人が搬入されたとの、あの情報。へえ。あ、あまり人に搬入って言葉使わなかったから。あ、そっかそっか。へえ。あ、このアメジストを置いただけもうちょっといいな、なんか。ちょっとアメジストここ3つ並べてみていいですか、じゃあ。あ、いいっすよ。マジでここ貫通する、マジでここ怖い。本当だ、雨だ、雨だ。はい、あ、はい、あ、いい、なんか、いや、こっちでいいのかもな。おしゃれだな。これでいいのかも。うん、これか、これにします。音なるから気に入ってくれた。音の、いいね、色ですけど。音で気に入ったわけではないですけど、うん、あ、でもいい、音なる靴好きな幼児みたい。やめてくれます。ピュッピュッってやつだ。うん、こうか。キュキュキュ、あ、でもいいんじゃないかって。ピピピピピってやつ。え、じゃあやめようかな。いや、いいよ、いいよ。ごめんって、なんか。